のあるまっすぐですね。インコースストレート、際どいところに決めました。すぐに追い込みました。この球は見送ります。このピンチ見事三振を奪いました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。ちょっとね、動けなかったって感じですよね。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0ドラゴンズが1点差を守っています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃、木下が打席に入ります。ドラゴンズ1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、まだ1点差ですしね、まあ、この辺りで追加点が打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウトです。8番バッター山本、才木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はストレート、決まっています。さあ2球目は何か、外れてボール。ボールになります。低めに外れてボール。高めに決まりました。フルカウントです。バットに当たりません。三振、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っているパーマ。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁アウト、スリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、1点リードはドラゴンズです。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。さてバッターボックスの中野、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、持ち前の走力でシングルヒット、ツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですね。そうですか。インローボール、スライダー外れます。
に当たりません。三振、ワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている糸原、先ほどの打席でヒットを放っています。柳、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目、低めのボール入りました。ノーボール2ストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあドラゴンズ、同点のランナーを背負った場面です。まあこういった序盤の攻防は雑にならないように気をつけたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてバッター広角に打ち分けてきますから、特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。外のボール打っていった、高い打球滑り込んでよく取った。スタンドのファンも沸いています。落ちればタイムリーという打球、センターがうまく抑えました。これで2アウト。まず最初のボールを決めていきました。ファウルです。カットボール、ここは見ます。いい当たり、掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0、ドラゴンズが1点差を守っています。イッサー、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり、インサイド落ちました。これはどうか、セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順は2番三好。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。打席には3番バッター春下げ、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ツーアウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。スライダー決まっています。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、前川掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。3回終わって1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。回は4回の表に入っています。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスには6番森下、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました、山本、アウト、ワンアウトです。バッターは7番前川。
前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。この球は外れています。3球目外れました。高めの球ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。さあ5球目は何か。打ちました。柳、アウト、ツーアウト。8番バッター坂本、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。インコース打ちました。いい当たり、ショートの左抜けました。一気にレフトへ。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。バッターボックスには9番木浪、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制セーフ。インサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。さあそして打席には近本が入っています。まあドラゴンズバッテリーとしては十分に警戒したいバッターですよね。さあ得点圏には同点のランナー。まあリードを守っておけば終盤が戦いやすくなるんでね、ちゃんと抑えておきたいですよね。なるほど、そうですね。変化球に思わずバットが出ました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。大きく外れてボールになります。一塁牽制、タッチもセーフ。インサイド打った、ボテボテの当たり、サードが抑えた。一塁へ、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース同点、1対1。ドラゴンズなおも二塁一塁のピンチ。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックスには2番中野。ドラゴンズこの回1点を失っています。
さあ試合を振り出しに戻され、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね。間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり意識しているでしょうか。低めのボール打っていった、高く上がった、ここはフライになっています。掴んで3アウト。勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。しかしこの回タイガー